今朝のコメンテーター経済アナリスト森永康平さんです。森永さん、おはようございます。よろしくお願いいたします。先ほどお伝えしましたが、日本政府が北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表しました。5時33分頃に発射したのではないかと見られています。続いて海上保安庁が防衛省からの情報として、北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものはすでに落下したと見られると発表しています。北朝鮮が弾道ミサイルや弾道ミサイルの可能性があるものなどを発射したのが5月30日以来、今年8回目と言います。森永さん、またですね。そうですね、はい、本当にこの水曜日、水曜結構多いんですよ、特にこの朝の時間に、はい、そのイメージが、ね、非常に強くて、はい、データが あの手元にあるわけじゃないんですけど、なんか私が出ると、はい、なんかその前後で打ってる印象がすごいあるっていう感じですね、はい、何か情報逃げられてるとか、そういうことはあるんですか？いやー、なんか水曜日機嫌悪いんですかね。いやー、どういうことなんでしょう、なんかやたら水曜の朝打ってる印象があります、ね、いい加減にしてくれと言いたい。ただ森永さん、必ずおっしゃるのは、これもうね、その向こうはまあ、実験というか、もう実践してるんだということをおっしゃいますよね。実弾演習、実弾演習ですもんね。まあ、なんか落ちないからいいんだとか、そういう話では全くないですから、ね、まあ、今回もね、はい、一応なんか被害はないのかもしれないですけど、まあ、今ね確認中ですけれども、はい、まあ、航行中の船舶に対しても今後の情報に注意するよう呼びかけているということですね。本当、何が起きてもおかしくないですからね。そうなんですよ、だってどこに落ちたかも現時点では分かりませんし、はい、で海広いですから、そうなんですね、たまたまそこ通ってる可能性ありますからね、まさに、まあ、ですから非常に今まではそうやって、ね、船舶への被害は、まあ、あったっていうのは聞いてはいませんが、これいつそうなってしまうか分かりませんのでね。そうですよね、毎回毎回心配ではあります。ですから私たち、これまたかなんて麻痺しちゃダメだってことなんですね、はい、これでも厳重に抗議って言ったってね、まあ、そもそもその抗議まともにして会話できるチャンネルがあるのかっていう話もありますね。そういうこともありますもんね、はい、先ほどもお伝えした通り、5月30日以来でこの北朝鮮が弾道ミサイルの可能性があるものを発射したというのがもう今年8回目なんですよね。なんか最近やっぱ増えてきてますよね。今年も8回目ってことは少なくとも毎月1回以上あるってことですもんね、はい、ねえ、まあ、それに加えて、まあ、これちょっとね、偵察衛星と向こうは言ってますけども、はいはい、まあ、これが打ち上げられて、まあ、前回までの軌道を取るとすると、うん、沖縄あたりに J アラート発表されますから、そうですよね、これまた大変なんですよ、であれはあの1段階目2段階目とかね、ブースターっていうんですか、あれが落っこってきますから、切り離すやつが落ちてきます、ね、そうなんです、まあ、そうするとまたさらに船舶への影響もね心配になりますから、切り離したところまではね、はい、そんな完全にコントロールできないでしょうから、そうなんですよね、でまたじゃあのコントロール不能になって、まあ、今自爆装置っていうのはついてるようではありますが、はい、それだと分かりませんからね。そうですね、まあ、本当になんとか止めさせる立てとはないのかという感じがいたします。さて、出版大手角川グループがサイバー攻撃を受け、大規模なシステム障害が起きています。複数のサイト、書籍の受注システムが停止、ニコニコ動画など利用できないサービスも出ました。8日未明、身代金要求型コンピューターウイルス、ランサムウェアによる大規模サイバー攻撃を受けました。動画配信サイトニコニコ動画の他に、ニコ動の他に書籍の受注、物流、編集システム、オンラインショッピング、経理システムなどの機能が停止しているといいます。東京都杉並区の書店では売れ筋のコミックを注文できない日が続いているといいます。角川が発行するコミック、ダンジョン飯全14巻のうち、タイトルの半分ほどが売り切れ、客から注文の依頼があっても断るしかないと言います。チェーンの大型書店も対応に苦慮しています。角川の営業担当者にメールや電話で発注していますが、出荷を管理するシステムが使えないため、通常なら10日から2週間ほどで届く商品も、客にはいつ届くか分からないと案内するしかないと言います。
角川へのサイバー攻撃がもたらした影響というのはこれかなり深刻なようですね。そうですね、本当こう長期にわたっているというか、はい、まあ、いわゆるこう自社のシステムが障害を起こしちゃったとかって話だったらね、まあ、意外とすぐ治ったりもするんですけど、はい、今回みたいな攻撃を受けたりするとなかなかすぐには戻らないと、いうことが分かりましたし、実際そこまで止まっちゃうと本当にいろんなところに、影響が出てしまいますから、はい、そろそろ企業側もこのサイバー攻撃っていうのを自社が受ける前提でどうやって防ぐか、はい、であとはそのいろんな攻撃の種類がありますから、はい、まあ、こういう事態が起きたらこうしなきゃいけないという、こう何パターンか、はい、こうマニュアルみたいなのを作り始めないといけないよなと思いますよね。まあ、今回はこのコンピューターウイルス身代金要求型のランサムウェアというものなんですね。これ結構前から聞くようなものですよね。そうですね、だから結局データを預かったよというようなことを言って、はい、まあ、例えばビットコインでいくら払えみたいな、まあ、結構前からある話ですけど、これ民間の企業がね、こう大体的に狙われたっていうのは、かなりこう特徴的だなというふうに印象を受けますよね。はい、で角川の株価がですね24日急落しました。週末に出た経済ニュースサイトニュースピックスの記事の影響を指摘する声もあります。ニュースピックス6月22日極秘文書ハッカーが要求する身代金の全容と題して有料会員向けの記事を掲載。リークされたとするメールのやり取りにはハッカーがユーザーデータを人質にして身代金を複数回にわたり要求する様子が書かれていました。また一部の身代金をすでに支払ったと思わせる内容もありました。角川の夏野社長はこのような記事をこのタイミングで出すことは犯罪者を利するようなかつ今後の社会全体へのサイバー攻撃を助長させかねない行為ですと、抗議をしました。角川身代金、4億7000万円を支払ったとの情報も出ているということですが、これ森永さんやはり株価まで影響するんですね。そうですね、まあ、これは多分いろんな見方があると思っていて、はい、まあ、当然そのランサムウェアに対する対応、はい、まあ、こういうものに対しての不安視とかもあるでしょうし、一方ではそのニュースピックス側がどっから情報を得たのかっていうのを考えると社内から何かしらも漏れてる話ですよねと、はい、そうなるとこの緊急事態において、まあ、ある意味会社として一致団結しないといけないタイミングなのに、はい、まあ、誰かしらがこうメディアに情報を垂れ流してしまうっていう、まあ、そのガバナンスどうなってんのっていうところに対する不安視とか、まあ、そういうのも株価に対して影響を与えた可能性ありますよね。そうなんですね、はい、時刻6時13分です。おかゆうてらちゃん今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。ニュースピックアップこちら日経新聞最低賃金50円上げ議論。厚労省の中央最低賃金審議会は昨日2024年度の最低賃金引き上げに向けた議論を始めました。24年度の春季労使交渉で企業の賃上げ率 5% を超えています。最低賃金を同じく 5% 上げますと金額では過去最大の50円に達します。最低賃金はすべての労働者を対象として都道府県ごとに定める時給の最低額を示します。事業者は労働者を最低賃金未満で働かせることはできません。武見厚労大臣は昨日最低賃金の引き上げ額の目安を検討するよう審議会に要請しました。武見大臣は国民は賃上げが実現し豊かさを実感できるようになるのか期待感を持って注目している。物価を上回る賃上げを実現しなければならないと語りました。目安額は7月中にも発表されます。関係者の一人は50円上げが攻防ラインとなるこう見解を示していました。23年度の全国の最低賃金1004円でしたが、まあ、これを50円上げるということ、これは森永さん可能なんでしょうか。まあ、ルールとして上げましょうっていうこと自体はもちろん可能だと思いますけれども、はい、ただ当然やっぱりこう体力のない会社からすると、当然ねそれだけ賃金上げなきゃいけないっていう厳しさはあるでしょうと、はい、でまあ、この50円っていう話の根拠になっているのが先ほどもありましたけれども、まあ、24年度の
春季の労使交渉で企業の賃上げ率が 5% 上がっているので、はい、まあ、最低時給も 5% 上げるとすると、はい、まあ、50円に達しますよねって話なんですが、ええ、そもそも本当に賃上げ率 5% なのかっていうところは考えなきゃいけないと思うんですね。はい、で例えばその日本商工会議所のデータとか見てみると従業員20人以下の会社だと、はい、正社員の平均賃上げ率で 3.34% ですし、はい、ええ、まあ、あとは最近の消費者物価指数の上昇率がまあ 2.5% から 3% ぐらい、はい、でそれでも実質賃金がマイナスになっているということを考えれば、はい、ええ、やはりそのなんかあたかも全体的に 5% ぐらい上がってるような報道がありますけど、実態はそれって本当一部の大きな会社だけで、他のちっちゃい中小零細とかはそもそも上がってなかったりとか、まあ上がってたとしても 5% ではないケースもありますし、まあ、もっと言えばその年代別とかで見ると確かに若手の方は上がってたりするんだけども、中高年上がってなかったりとかっていうデータもあったりするので、まあ、そういう意味で一概にその 5% 最低賃金を上げればいいっていう、そこのロジックはちょっと弱いかなっていう気はしますよね。はい、まあ、物価高人材難受けて大企業中心に待遇改善急いでるとは言います。まあ、背景には好調な企業の業績もあると、まあ、それでも賃金の伸び物価高に追いついていません。厚労省が発表した4月の毎月勤労統計調査によると、物価考慮した実質賃金前の年の同じ月から 1.2% 減りました。マイナス25ヶ月連続です。足元の消費者物価指数 3% 前後の伸びが続いていると。物価高補うこの賃金の伸びというのは改めてになりますが、うん、森永さん、どうすれば実現できますか？だからどうしてもやっぱりこう賃金自体は経営者、はい、企業の経営者側が基本を決める話なので、はい、どちらかというと政府がやるべきはその賃上げの要請とかだけじゃなくて、はい、まあ、その賃金がどうなろうとも他の部分で家計の支援をしてあげる、はい、まあ、あとはその経済力を事実上賃上げ以外の形で、まあ、上げてあげる、まあ、減税だとか社会保険料減免だとかっていうのもありますし、まあ、あとはそもそも企業が賃上げできるようにマクロ環境自体を伸ばしてあげないといけない、はい、この30年ろくに国が成長してないわけですから、はい、その中で賃金だけ上げろって言われても、それは経営者困ってしまうわけで、はい、なのでその賃上げはもちろんやらなきゃいけないんだけれども、そこ自体は極論政府がそこまで踏み込める話じゃないので、まあ、それ以外の部分ですよね、はい、まあ、そこで追い風を吹かしてあげる、はい、そっちにもうちょっと力点を置くべきだと思いますよね。また後ほどお話聞くかと思うんですけれども、岸田総理が8月からね、電気代3ヶ月、はいはい、突然そうですね、言った、あれなんかだからいいってことなんですかね。まあ、そうですね、まあ、6、7をなんでやめたのっていう話はまだ、なんでそこを上げちゃうのっていうのはありますけど、ただまあでも寺島さんおっしゃった通り、そういう支援策っていうところで、まあ、政策を打っていくっていうのは一つ考え方だと思いますね。はい、続いてはこちら、日経新聞、企業規模要件を撤廃。厚労省はパートらの短時間労働者が厚生年金に加入する際の企業規模の要件を撤廃する方針を固めました。現在は従業員101人以上の企業に限定していて、勤め先によって不公平が生まれないようにします。5人以上の個人事業所も、全業種に厚生年金を適用する方向で2025年の通常国会に関連法案を提出するといいます。現行制度では従業員101人以上の、企業に勤めるパートアルバイトの人たちが所定労働時間が週20時間以上などの条件を満たすと、厚生年金に入る義務が生まれます。10月には51人以上の企業にこれが広がります。で、5人以上が働く個人事業所も全業種に厚生年金を適用する方向で調整と、まあ、これまで製造建築など17の業種が対象でしたが、飲食あと理美容などの30万人程度を新たに対象とするということですね。事務作業費用の負担が増える中小零細企業に対しては支援策も検討しているといいますが、この動きいかがでしょう？そうですね、まあ、その考え自体は理解できるんですけども、はい、ただ、まあ、ちょっと記事の後半にもあった通り、まあ、当然この事務作業の負担とか、はい、あとはその企業側の費用負担の問題もありますし、まあ、それによって例えば人を雇うのをちょっ と戸惑う、はい、ところも出てくるでしょうし、あとは労働時間の要件とかですね、まあ、こういうところに関しても
その労働日数の調整とかしなきゃいけないとか、もろもろ出てきますので、まあ、そのメリットとデメリット、うん、これをまあ議論して どこのバランスを取るかというところが今後の課題なのかなと、まあ、今その議論の中でちゃんとメリット、はい、デメリットはちゃんと上がってきてますんで、まあ、結局どこで着地させるのかというところが、はい、まあ、今後の注目ポイントかと思います、はい、時刻6時20分です。時刻6時32分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。読売新聞からです。ふるさと納税をめぐり多くの寄付を集めようとする自治体の返礼品競争を防ごうと、総務省が去年10月返礼品の調達費用など寄付を募るのに使う経費について寄付額の5割以下にするよう基準を厳しくしました。しかしその後も仲介サイトが寄付に伴って付与しているポイントの競争が過熱していることを受け、総務省は基準を見直し、来年10月からポイントを付与するサイトを通じた寄付の募集を禁止することになりました。さらにこれに先立って今年10月からは仲介サイトなどが返礼品を強調した宣伝を行わないよう自治体がサイト側に要請しなければならなくなるほか、1人1泊5万円を超える宿泊施設の利用券を返礼品にする場合には原則同じ都道府県内で営業している施設に限るよう見直されます。総務省、仲介サイトのポイント目当てで寄付をする自治体を選ぶ人が多くなっているとした上で、こうした状況、生まれ育った自治体などを応援するというふるさと納税の本来の趣旨とはかけ離れていて改善が必要だとしています。まあ、こういう動きですが森永さん、いかがでしょうか。まあ、そうですね、こう今ふるさと納税すごくいろんな返礼品がもう出てきていたりして、なんか当初のやろうとしていたなんていうんですかね、目的とはちょっとずれてきてしまっているなっていうのもありますし、はい、まあ、あとは結局そのこういうポイントだったりとか、あとその返礼品合戦とかで、従来その自分が寄付したい、納税したいみたいなところに対して、はい、ちゃんと納められた分がそのまま丸々入るわけじゃなくて、はい、ある意味こういう経費とかに消えていってしまって、はい、なんか そもそもこの制度何なんだっけっていう形になってしまってるんですよね。だからそのちょっと返礼品競争とかに関しても、やっぱその地元と何のゆかりもないものを出したりとか、まあ、あとはこうポイントで釣ったりとか、はい、まあ、そういうのおかしいんじゃないのっていうのはこう徐々に課題としてはいろいろ出てきて、まあ、それがいよいよもうちょっと抜本的に見直そうという流れが出てきたのかなっていう印象ですね。まあ、確かにね、まあ、ふるさと生まれたところなのか、あとは自分が個人的にあそこを応援したい、はい、ね、昔何かこうお世話になっただとか言ってみてね、うん、あ、ここは応援したいな、まあ、そこが根本ですもんね。そうですね、だから今ってどっちかっていうと単純に何が欲しいかみたいな、はい、まあ、ショッピングとはまだちょっと違いますけど、ただそんな感じになっちゃって、そうですね、それはちょっと従来のものとは違うんじゃないのっていうところでですよね。確かにね、あのなんかな年に何回か野菜が来るから、うん、野菜目当てみたいになっちゃってね。そうですね、最近はポータルサイトとか見ると、はい、本当にいろんなものが出てますし、はい、本当にこれ関係あんのかっていう、その地元にっていうのは、ね、そうですね、その地元ともね、縁もゆかりもないようなものっていうのも見えてしまう、出てきましたから、先ほどお伝えしたようにこの一人一泊5万超える宿泊施設などは同じ都道府県内で営業しているものにする、うん、まあ、こういった動きが出てきているようですね。また後ほどお話伺います。時刻6時41分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。まあ、先ほどもお伝えしましたけれど、防衛省によりますと今朝早く北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されました。日本の排他的経済水域の外側にすでに落下したとみられ、防衛省が警戒と監視を続けているとしています。この北朝鮮が弾道ミサイルや弾道ミサイルの可能性があるものなどを発射したのは5月30日以来で今年8回目ということなんですが、まあ、これ毎回森永さんもご指摘してますが、まあ、北朝鮮としてはですね、これ着々と
まあ、その、まあ、実験を重ねていると言いますか、そうですね、そういうことなんですよね。まあ、しかも最近だとやっぱこうロシアとの、ね、はい、結びつきみたいな話もある中で、はい、まあ、しかも北朝鮮側の役割としてはこう武器の供与といいますか、はい、こういうのもあるわけですから、まあ、そういう意味では北朝鮮がこう武器の精度を高めるみたいなのは、ね、はい、逆にロシアとの結びつき、はい、貸しを作るっていう意味でも重要でしょうし、はい、まあ、これはひいてやっぱね、あの地域、日本も含めた地域にとってはやっぱりこうリスクを高める行為だなと思いますよね。はい、まあ、今月ですね、北朝鮮とロシアが包括的戦略パートナーシップ条約に署名しています。まあ、これに対して韓国のユン大統領が時代錯誤の行動だと批判してますし、あともう一つですね、アメリカの原子力空母が今月22日韓国に入港しました。まあ、これに反発する談話を北朝鮮は発表していたということですから、まあ、このあたりのことなのかもしれませんね。うん、はい、さて、日経新聞です。パビリオンの建設の遅れなど2025年国際博覧会大阪・関西万博の開幕に向けた課題、こちらが山積する中、国際参加者会議が昨日奈良市で始まりました。建設事業者がなお決まらない11の国、月内にも出展形式の移行撤退判断の物理的な期限を迎えます。まあ、参加国が独自でパビリオンを建てるタイプ A と呼ばれる形式めぐって当初およそ60の国が計画していましたが、資材価格、人件費の高騰背景にゼネコンとの交渉が難航しました。で、25日にはアルメニア、イスラエル、パキスタンの3カ国が協会が建設した施設を複数国で使う共同利用型のタイプ C に移行することが分かっています。協会によりますと、希望する国51カ国に減り、うち建設事業者未定が11カ国となっています。タイプ A に関してですね。で、秋には会場内の舗装工事が始まるため、重機を使う柱、壁面などパビリオンの主要構造体の工事、10月までに完了する必要があるというんですね。森永さん、パビリオンの建設まだ難航しているようですね。そうですね。だからこのままね、事業者が決まらないで、はい、最終的な参加の取りやめとかって話が、はい、こっからポツポツ出てきてしまうと、まあ、いよいよね、せっかくやるって決めたにもかかわらず、はい、やる前からなんだこれやっていう雰囲気が国内的にもね、広がってしまうのはもったいないなと思いますよね。で、政府関係者はこのまだ決まっていない建設企業がですね、11カ国のうち半数は事業者が決まらずタイプ A を諦めるしかないのではと指摘しています。じゃあこれどうするのかというと、タイプ A 断念すると次の選択肢は別の出展形式に移行するか、今森永さんご指摘の参加自体取りやめる、この2つに限られてくるということですから ね、何か櫛の刃が抜けるように国がね、どんどん、やっぱりやめますなんていうのは避けたいところではありますがね。そうですよね。はい、さあ、それではここからは森永さんに電気代ガス代支援復活の不思議について話を聞きます。岸田総理、今月21日、事実上の通常国会閉会を受け、総理官邸で会見を行いました。物価水準の高止まりで家計の負担が大きいとして、2段構えの経済対策を実施すると表明。第1弾として、5月分で終了した電気ガス代の負担軽減策を、8月から10月に限って3ヶ月再開し、ガソリン代の補助も年内いっぱい継続するとしました。改めて森永さん、この負担軽減策いかがでしょう。なんかやらないよりはマシだと思うんですけれども、はい、じゃあなんでその6月使用分からやめたのっていう話がまずあって、はい、一般的に考えて6、7ってこう6、7月、7月って暑くなるんで、はい、クーラー使うと思うんですよ皆さん、そこ止めちゃうんだっていう話で、はい、で8、9、10って言いますけど、9月、10月って徐々にこう涼しくなっていって、逆に今度クーラー使わなくなるじゃないですか、はい、で今度は11月からって今度寒くなってくるから暖房入れるわけで、何なのっていう、はい、そのやらないよりはマシだと思いますよ、ですけど、その一番クーラーで使うんじゃないのちょっとずれてませんかとっていうところと、これからむしろ暖房で使うんじゃないのっていう、そうですね、冬はね、そこの期間が抜けて、はい、っていうのは
どうなのかなと思いますよね。で、国民の誰もが使うエネルギーに対する支援策、これまでも延長が繰り返されてきました。電気ガス料金の補助、令和5年1月の使用分から適用され、同じ年の9月使用分で終了する予定だったのが補助を縮小して延長されていました。これは縮小はしましたけれども、一応延長してたんですよね。そうですね。だから結局なんでしょうね、なんかこうラインを決めてないわけですよ、はい、何がどうなったら補助を始めて、はい、何がどうなったら終わるのかっていうのがわからないまんま進めてしまっているから、なんか急に6月からやめますって言ったかと思ったら8月からまた再開しますって言ったりとか、はい、よくわからないんですよね、方針が。そうですね。そうすると結局支持率を見ながら、はい、支持率を見ながら選挙のタイミングを見ながらみたいなことでやってるんですかって思われても仕方ない。そう映りますものね。ですよね、はい、だからやっぱりそのある程度の目安というか、そういうものはある程度こう明示した方がいいんじゃないかなと思いますよね。結局その終わりが見えないっていう指摘がどうせ出てくるのも分かってますし、はい、これたらればになりますが、電気ガス代、この何か数字っていうのは何を見とけばよかったんですかね。でも今回の件なんか見てても、8から10月の補助金ってだいたい月1400円ぐらいって言ってますね、軽減ですけど、これって今回ちょっと値上がりした再エネの賦課金と同額ではないですけど、かなり近いんですよね、はい、だからやっぱ政策って僕シンプルであるべきだって昔から言ってるんですけど、だったら再エネ賦課金見直した方がいいんじゃないのって思うんですが、なんかそこには手はつけずに、はい、で結果的にそこに手つけない代わりに補助金出しますよって言って、その補助金を出したという行為に対して批判が集まるわけじゃないですか、はい、だからもっとシンプルに賦課金見直しますとか、そういう形にすればいいんじゃないかなって思いますけどね。これあくまでも個人的ですけど、取れるもの作ったからにはそれ死守するみたいなね。そうでしょうね。そうも映りますもの。だから結局何を見て、何を第一に考えて政策を考えているんですかっていうことで、国民の生活を本来は一番最初に見なきゃいけないんだけれども、はい、その利権だったりとか、支持率だったりとか、それは政治家にとっちゃ大事なのかもしれないけれども、はい、国民からしたら別にそんなもんが第一優先っておかしい話だろうっていう、はい、ところで、やっぱこのあたりは声を上げていかないといけないなと思いますよね、で政府今月から1人当たり全部で4万の定額減税も実施しています。エネルギー補助金含めて財政出動による物価高対策、いつまでも続けられないと認識すべきという指摘もあるんですが、森永さん、このあたりいかがですか。でもこれはやっぱりその今回のですね、はい、骨太の方針の中にプライマリーバランスの黒字化っていうのを明記して、つまりそれって政策にキャップを、予算としてキャップをかけるって自分で言っちゃったわけですから、それはそういうことをやり始めたら、補助金なんかいつまでも出せないっていう話になりますし、国民からすれば補助金が仮に出たとしても、結局プライマリーバランスの黒字化っていうものが明記された以上はどっかで必ずその分は取り戻されてしまうっていう話になりますから、当然景気っていう観点から見るとネガティブですよね、はい、その目先は補助金で負担が減ったとしても、いずれそれは近いうち何かしらの形で回収されるんではないかって思うわけですから、そしたら結果的にその消費が落ちてしまったりとかっていうことにつながるので、本当にあれを明記するっていうのは罪深いことだなと思いますね、はい、本来だったら森永さん、例えば政府からですね、我々がくれる、もしくはこの引いてくれる、それでそれが続くんであれば何か物買おうかなとかね、そうですね、そういうのが普通の動きだけれども、くれる、引いてくれる、だけどそれ返してねみたいな感じだと、そうですね、なんだってことになりますもんね。そしたら将来に備えて貯めとこうって、それは合理的に考えたらそうなりますね。はい。で、FNN の調査によると、岸田総理が物価高対策としての定額減税への評価を調査、その結果、大いに評価するが 5.4%、 ある程度評価する 37.5%、 あまり評価しない 32.8%、 全く評価しない 21.9%、 こういう数字が出てきましたね。いや
もったいないなと思いますよ。結局その減税というところに踏み込んだわけじゃないですか、一応、はい、にもかかわらず全く評価されてないっていう、だからやっぱタイミングとか本当に悪いですよね。なんで6月まで引っ張ったのっていう話ですし、どうせやるのはもっと分かりやすく消費減税とかの方が良かったのに、なんか中途半端だったりタイミングが悪かったりっていうことで、なんかせっかくやったことに対しての評価をちゃんと受けられないように自らしてるなっていう印象があります、ね。まあ、岸田さんからしてみればですね、国民のためにと思っているんでしょうけども、なんかやってることがね、ちょっとちぐはぐな感じがしますね。はい、ニュース最前線でした。時刻6時54分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。日本サッカー界のレジェンド和子と三浦知良氏が昨日 JFL のアトレチコ鈴鹿クラブに期限付きで移籍することが決まったということを受けて、東京国立競技場で加入会見というのを行いました。ポルトガル2部オリベイレンセからおよそ1年半ぶりの復帰となります57歳のカズ、自分にできるか問いかけて、辞める選択は僕の中にはない、どこでどういうふうにこの情熱を出すか、アトレチコ鈴鹿がベストではないかと鈴鹿を選択したと明かしました。でカズは2023年に移籍したポルトガルのチームでの経験を、精神的にすごく若くいられた、そのピチピチ感をピッチで出せたらいいとも語りました。50代でピチピチ感を出したいって言い切るところってのは森永さんすごいですよね。いや本当にこれすごいなと思うのがですね、私も去年、はい、まだあのおデブちゃんだった時、はい、38だったんですけど年齢が、はい、痩せようと思ってちょっと運動し始めた時って、本当縄跳びを30秒ぐらいやっただけで、ふくらはぎパンパンで息ぜいぜいなんですよ、1分も飛び続けられないってことに衝撃を去年受けた記憶が今でもあるんですけど、はい、いやそう考えるとサッカーってフルで出たら90分走り続けてるわけじゃないですか。それを50代って、はい、しかもどっちかというともう60に近いわけですよ。57でしたね、いやすごいなと、はい、本当に単純に尊敬してしまいますよね、普通はそんなことできないと思いますよ、今の森永さんだったらできますね。でもね、まあ、僕今だったら縄跳びは別に3分3ラウンドとか10分続けてとか、3分3ラウンド、そうかそうか、やってるんで、今は別になんともないですけど、もう去年とか本当にでも1年で変わるもんですね。まあ、本気でやれば結構変わると思いますね。コツコツやっていくということは普段の努力というのはやっぱり大事ですね。そして経済アナリスト界のレジェンド森永卓郎さんもずっと働き続けていらっしゃいますが、これ数の活躍っていうのは刺激となりますかね。まあカズさんはね、健康体なんであれですけど、はい、うちの親父確かにちょっと病気のこと考えると、はい、家族としては、ね、ちょっと働きすぎじゃないのか。あ、そうか、今はね本人はもうね、もうやりたくてやりたくてしょうがないんでしょうけども、まあでもやっぱりこう体力は確実に落ちてるなって家族の目線から見ると思うところがあるので、まあ無理すんなよと思いますよね。そうですね。で経済アナリスト界のキングタクこと森永卓郎さんですが、スポーツ報知のコラムで久々に岸田総理をこき下ろしていました。岸田総理、得意の外交手腕を発揮するため世界中を飛び回っている、それは良いのだが問題はその度に手土産としてとてつもない金額の援助をばらまいていることだ。ウクライナへの支援に関しても日本はこれまでウクライナに対して1兆9000億円もの支援を決めている。それに加えて今回 G7 サミットで岸田総理は今後10年間の長期支援を表明した。今後さらに数兆円の負担増は確実だ。ウクライナへの支援が、まあ、ウクライナへの支援が悪いと言っているのではない、ただウクライナの復興支援の前に国内の復興支援を優先すべきではないのか、まあ、こう発言しているわけなんですが、森永さんこれいかがでしょうかね。まあ、言ってることは本当にその通りだと思いますね、はい、ただ僕は一度たりともキングタクなんて聞いたことないですけどね。そうか、
それ聞いたことないですか。聞いたことない。森拓しか聞いたことない。森拓はよく聞きますけど、キングタクは。キングタクないですか。初耳です、ね。そうでしたか。でさらに森永さん、岸田総理を見栄っ張りの渋チンリーダーと批判すると、これまで政府は震度7以上の大規模地震に対して必ず補正予算を組んできた。しかし能登半島地震に限っては補正を組まず予備費での対応だ。被害額から見て補正予算の規模は1兆円未満で済むのに財政緊縮を優先させたのだ。海外に気前よく金をばらまき国民に増税と急防を強いる見栄っ張りの渋チンリーダーは何が何でも権力の座に居座ろうと今必死になっている。見栄っ張りの渋チンリーダー、まあ、3ヶ月後自民党総裁選控えてますがどうなるんですかね。いやでもかといってね、それ以外に誰かいんのかっていう話がやっぱ今議論として出てますよね。最近確かにその岸田さんどうなんのかなみたいな話をする機会多いですけど、みんな言うのは下ろしたところでみたいな、下下ろしが進んでるんじゃないかみたいな話に対しても、じゃあ次誰よっていう話必ず出てくる。そこのあたりにこうなんか人材難を感じます、ね、そうですね。自民党、はい、まもなく7時です。今朝のコメンテーター経済アナリスト森永康平さんです。読売新聞から、トヨタ自動車の豊田章男会長が2024年3月期に得た役員報酬、前の年9億9900万円より 62% 増え16億2200万円でした。トヨタ歴代役員として過去最高を更新しています。昨日提出した有価証券報告書で明らかになりました。内訳は固定報酬が2億8900万円、賞与が3億2400万円、株式報酬が10億900万円でした。グループのダイハツ工業などでの認証不正発覚を受けて一部減額しましたが、好業績株価の上昇を反映し、差し引きでは大幅に増えました。トヨタの他の取締役では佐藤浩二社長が6億2300万、早川茂副会長が3億8900万円と続き、報酬が1億以上の取締役前の年の5人から7人に増えています。すごいですね、トヨタ。そうですね、この金額だけ聞くとね、まあこれどういう観点で見るかによって受け止め方違うわけで、例えば僕なんかが個人的な目線で見たら16億円ってすげえなって思いますし、もちろんちょっと税金とかを無視すれば、まあ言ってみれば毎月1億円以上って話じゃないですか。まあ個人で見ればすげえなとしか思わないですけど、ただ一方でまあ世界でも名を知られてる日本企業、ある意味そういう意味で最大手に近いわけで、そのトヨタのトップで16億かって考えるとまたちょっと見え方は変わるなっていう、その企業として見て、それも世界にもね、いくつもあるし、いや個人で見ればすげえなって話でしかないですけど、世界的な企業のトップで16億かっていう感じですよね。もらってるところはとんでもないですもんね。大谷君は年間100億ですからもう笑うしかないですね、格差がそうですね。そうか、そう考えるとね、まあそれこそ、まあ、以前言われてたガーファだとかあのあたりの経営者だなんだっていうのはですよ、ね、CEO とかってのはとんでもないんでしょうしね。まだでトヨタはトヨタで、なんですか、その関係会社も含めたら、とてつもない雇用を生み出している会社ではあるわけじゃないですか、そこのトップって考えると、果たしてじゃあこの金額が高いのか安いのかっていうのが、ちょっとよく分かんなくなってきますよね。そうです、個人目線で見たらすげえ金額だなと思いますけど、っていうところですかね、どうするんですかね。まあ余計なお世話ですけどね、これ、まあでもそのままもらっちゃうと税金もすごいだろうから、
やっぱお金持ちはお金持ちなりに対処の仕方がいろいろ頑張るんじゃないですか。いろいろ頑張るんですか。まあだからそういう意味で株式の報酬とかっていう形にしてるところもあるんじゃないかなと思いますよ ね, そうすね。だからそ 給与ってそのままもらっちゃうと、はい、まあ、半分近くマックスで取られちゃうわけですけど、はい、株とかにするとね、はい、まあ、配当なら2割で済むしとか、まあ、いろいろありますから、そこはお金持ちはやっぱりこうアドバイザーをつけて、はい、まあ、なるべく脱税はそれ捕まっちゃいますから、合法的に税金払わないでいいようにしてるんだろうなっていう気はしますけどね。はい、時刻7時11分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。朝日新聞、官民ファンド955億円損失。企業の海外インフラへの投資を支援する官民ファンド、海外交通都市開発事業支援機構が巨額の累積赤字を抱えていることが分かりました。ミャンマーやブラジルなどの事業が失敗し、2024年3月期決算で799億円の損失を計上、従来分を含めますと955億に上ります。海外交通都市開発事業支援機構は2014年10月に設立されました。民間の出資はわずか 2% で、実態は国の丸抱えに近くなっています。途上国の街づくり、港湾整備などに投資して、今年3月まで投融資額が2561億円に上ります。で、この4割で回収のめどが立たない異常事態となっていると。例えばミャンマーでは都市開発事業などが国軍のクーデターで中断し、179億の損失が出ました。またアメリカテキサス州の新幹線の建設事業でも417億の損失が発生しています。まあ、クーデターの発生というのはこれは、まあ、ある意味仕方のないような気もするんですが、予見不可能とするならば、ただその他の部分は、海外交通都市開発事業支援機構巨額損失、これどう受け止めればいいんですかね。まあ、まずそのインフラ関連に関しては、はい、そもそも国内に投資してほしいなという正直なところはありますよね。で、まあこれ別にインフラに限らずですけども、やっぱり海外への投資って本当に難しくって、それはなんでかっていうと、まず自分たちが何かコントロールできる範囲では全くないということですね。はい、まあ、例えば分かりやすい中で言うと、まさにこのクーデターなんかいい例で、はい、まあその、理論上日本では起こらないわけではないですよ。起こる可能性はそれあるのかもしれないですけども、まあ、その可能性は著しく低いだろうし、はい、まあ、仮に起きそうだなってなった時、僕ら日本人で日本に住んでればそれは察知できるじゃないですか、なんとなく。でも海外だと分かんないわけですよ、はい、だからそういう意味で言うと、どうしても海外向けの投資ってこう不確定要素が多すぎて、しかもコントロールできないことが多すぎて、まあ、そもそもこのインフラ云々関係なく非常に投資としては難しい。そう考えると、なんかわざわざその難しい海外に金出すぐらいだったら、まあ、国内でね、いくらでも使わなきゃいけないところあるわけですから、はい、そっちをやるっていうのはダメなのかねっていう気もしますよね。これはどうなんですか。外交上の何かメリットも得ようっていうのもどっかに入ってるんですかね。まあ多少はそれあると思いますよ。ただまあ、でも結果がこれですからね。そうですね、だってできないんじゃしょうがないですもんね。例えばそうなんですよ。だから途中でもう中断じゃ、はい、だからそれって意味ないよね、はい、結果的になんか損させられてるだけじゃんっていう、はい、だってできて初めて何かね、外交上のメリットだとか、ね、これ日本がね、作ってくれたんだっていうような、まあ、いわゆる ODA 的な考えですね。 ODA、 そうですね、政府開発援助的な、そのね、感覚って出ますけど、うん、どうもちょっと違うようでもありますね。で、海外交通都市開発事業支援機構、これジョインって呼ぶそうですが、この経営計画を見ると、24年3月末の累積赤字166億円の見通しでした。で、31年度に累積赤字を解消する目論みなのですが、まあ、これ絶望的だと。で、本来なら国庫に納められる資金が失われ、実質的に国民が負担する恐れがあると。
で政府は収益計画と実績が著しくこの乖離した場合ですね、抜本的な見直しを行うとしています。国交省は見直しを検討する有識者会議を設置、年内に結論が出るまで新規事業を停止します。官民ファンド、安倍政権が成長戦略にの柱の一つにしたものです。でこのジョインがですね、損失を計上した事業の多くは、朝日新聞によると出資の企業が1年以上も前に損失を明らかにしていたというんですね。となるとこの事業の失敗を国民に知らせぬまま公表を先送りしていたことになる、まあ、こんなふうにも出てるんですがね。そうですね、だからこれ見直しを検討する有識者会合設置って書いてますけど、はい、まあ、そもそもの計画を立てたメンバーと、はい、当然そこは分けてほしいですよね。あ、そうですね、うん、同じだったらみんなかばいますよね。ですし、そもそも見通せてない時点で。そうですね、見通せてないダメだろうってことですからね、反省もできやしないかもしれませんしね。まあそこは本当ちゃんとやってもらいたいですね。そうですね、いつもこれも森永さんおっしゃるように何がダメだったのかっていうところをね、考えなきゃいけません。まあ、やっぱりその何かをやるときは仮説があって、はい、まあ、そのもちろん神様じゃないですから、はい、必ず予測は常に当たり続けるなんてことはないですけども、ただやっぱこう予測計画を立てたときにそれがちゃんとデータに基づいて、しかもロジカルに構成されていれば、はい、ここまでは合ってたよねと、でも なんでここから先見通しが狂ったんだっけっていうそのポイントをちゃんと的確に見つけられるわけですから、まあ、今回は失敗しちゃったけれども次回はそこを改善すれば良くなるよねってい こう、はい、建設的な振り返りができるわけですから、やっぱそのあたり、はい、どんだけデータドリブンになってるかで、ロジカルどれだけ話を詰めてきたのかっていうところが、やっぱこういう振り返りをするときに結構求められる部分かと思いますね。でも先ほど森永さんもご指摘してましたが、海外ってだって誰かその現地の人を介していろいろとやらなくてはいけなくて、うん、じゃあその人が信用できるのかできないのか、そうですね、いろんなところでこうアクシデントっていうの発生しやすくなってますものね、うん、しかもやっぱりこう海外投資で私自身もやったことありますけど、はい、よくあるのがもうこうだんだんこう自分自身でできないんで、現地のなんかエージェントを使ったりだとか、はい、現地法人に誰か雇ってとかってやっていくと、だんだんその中に例えば悪意ある人がいて、はい、中抜きしてたりとか、自分の関係先に利益流してたりとか、わかんないですよ。こう自分が直接何かをやるわけじゃなくて、どんどんこう介在していく人が増えていってしまうので、どうしても海外案件って、はい、だそのあたりのモニタリングとかもちゃんとできてたのかなと、つまり損失が出ちゃった後に気づくじゃなくて、出そうだなっていうところでちゃんと察知できていたのか、まあ、このあたりもまあその海外投資一般的な話ですけども、まあ、どういうモニタリング体制が敷かれているのかなっていうところがちょっと気になりますよね、はい、続いてはこちら、産経新聞、円安ウォン安深刻懸念、鈴木財務大臣と韓国のチェ経済副首相兼企画財政担当大臣は昨日韓国ソウルで財政金融分野の課題について話し合う日韓財務対話を開きました。最近の急速な円安ウォン安進行について深刻な懸念を共有し、機動的に政策対応を行うことで一致しました。為替レートの過度な変動に対し適切な対応を取るとも表明しました。昨日の円相場1ドル159円台で推移、年初から対ドルでおよそ 13% 下落しました。政府日銀による円買いドル売りの為替介入観測がある4月29日の160円台を目前に、市場では再介入への警戒感が高まっています。ウォンも対ドルで値下がりが続き、財務省同行筋は韓国でもウォン安による輸入物価の高騰が大きな政治課題になっている、こういう指摘があります。現在為替を見ると1ドル159円64銭あたりで推移をしています。これ森永さん、韓国でもウォン安深刻なんですね。まあ、そうですね、やっぱりこう、まずドルが非常に強いと、はい、まあ、ある意味そのドルのどっぽ高みたいなことよく言われますけど、はい、まあ、そういう意味ではこう円安だけがこうピックアップフォーカスされがちですけど、まあ、別に必ずしも円だけが安くなっているってわけではないというところはポイントだと思うんですね。もちろんまあその中でも特に
円の弱さが目立つっていうのはそれは事実あるかもしれませんけど、はい、まあ、ただ一方でやっぱそのちょっと勘違いしちゃいけないのは円だけが売られてるみたいなのはまたそれはそれで違うよねと、まあ、いうところですよね。ただまあ介入っていうのがよく話として、まあ、特にドル円相場なんかで160円が見えてきたので再びこう介入の話題出てきますけれども、はい、まあ、これは前から指摘している通りやっぱ介入っていうのはあくまでその本当に短期的な効果しか見込めないわけで、はい、その長期的なトレンドを変えるっていうのはなかなかこの為替の市場の大きさを考えると本当に難しいわけですね、はい、だから結局前回だと160円で1回介入しましたけどもあんまり意味ないよっていう、その短期的にしか意味ないよっていうことで、はい、結局戻ってきてるわけじゃないですか、だからそういう意味では介入以外の話っていうのをしていかないといけないと思いますけれどもね、はい、でこの自国通貨安が国民生活に悪影響を及ぼす側面が目立っていることから両国の政府は投機筋による過剰な円売りウォン売りを抑制したい考えだと、4月の日米韓財務大臣会合の共同声明でも確認した円安ウォン安への深刻な懸念を改めて表明し引き続き緊密に連携する姿勢を打ち出しました。両政府はまた去年の財務対話で8年ぶりの再開を決めた通貨交換スワップ協定をはじめとする2国間の金融分野での協力について議論を続けることでも合意しました。自国通貨安に直面する日韓の連携なんですが、うん、これ森永さんいかがですか、うん、だからここって別に日韓の連携って話じゃない気はしますよね。はい、うん、だってお互いドルに対して弱い通貨なわけだから、弱いんですもんね、そこを別に日本と韓国が協調したところで、でって話ですし、何ができるんだと、はい、まあ、だからそこはあんま意味ないかなっていう、どっちかというと日本は独自で、そもそもやるべきことやれよっていう話で、他国と云々って言ってる場合じゃないでしょって、思いますけどね、はい、この通貨交換スワップ協定はじめとするなんていうのはこれはどうなんですか。これも全然関係ないじゃないですか。関係ないですね、ドルは別にっていう、むしろ韓国に何かあった時に、はい、日本が助けますっていう話だってですよ、ね、日本にとって別になんか意味のある話ではないかなと、まあ、思いますけどね、まあ、そうするともう少しこの少し広い目で見て、まあ、ここまで日本と韓国がまあ少し氷も溶けてきたというように見た方がいいんですか。いやそういうことでもないと思いますね。むしろ対話すべきはそれこそドルの発行元であるアメリカであるわけで、ただそのアメリカがねイエレンさんとかに為替介入は稀であるべきだとこう牽制機を投げられてしまってるわけですから、そうするとむしろやっぱそことの対話の方が大事なんじゃないのって思いますけどね、これですからむしろアメリカからしてその円安というのは脅威なわけですよね。まあ、本当はそうですよね、だからまあもし11月の大統領選でトランプさんとかになるってなると、まあ、やっぱりそのアメリカファーストっていう観点からすれば、まあ、過度な円安、まあ、ここで言うとウォンも安いわけですから言い方を変えてドル高にしましょうか、まあ、そうすると当然その海外からの輸入が増えてきて、まあ、アメリカの雇用が失われる可能性があるので、まあ、そのタイミングでまあ、仮にですよトランプさんが大統領になったら、まあ、そのちょっとこうアジア圏の通貨安に関しては、まあ、ちょっと一言言ってくる可能性はありますし、まあ、ちょうどそのあたりで FRB の利下げっていうのも今予想されてますんで、まあ、もしかしたらねそのあたりが一つの転換点になる可能性はありますよね、というこういうニュースだったんですね。続いてはこちら、読売新聞、再生プラスチック使用量に目標。政府は大量のプラスチックを使用する製造業に対し再生材の使用量の目標の設定や使用実績の報告を義務化する方針を固めました。国内で回収される使用済みプラスチック大半が焼却処分されていまして規制強化で脱炭素化を後押しします。早ければ来年の通常国会で資源の有効利用促進法の改正を目指します。
現在は数値目標のない努力義務にとどまっていて、経産省の有識者会議月内にも目標量の設定や定期的な報告を求める内容を盛り込んだ中間取りまとめを決定する方針だといいます。規制強化の対象となるのは自社製品の製造過程で一定量のプラスチックを使用している業種です。経産省などによりますと、包装容器、あと電気電子機器、自動車建材などで消費量が多く、これらの業種が対象として指定される可能性があります。改正法は業種ごとに再生材の使用拡大に向けた工程表の策定を求め、各社の目標設定の目安とする方向です。使用実績の報告を義務付けて、取り組みが不十分な場合、改善を勧告命令します。命令に従わない場合は罰則の適用も検討するとしています。この法改正後、一定の周知期間を経て数年以内に実施をするということなんですが、再生プラスチック、大量にプラスチックを使う製造業に対してですね、目標設定しなさいと、あと使用実績の報告、これちゃんと出しなさいと、こういう報告方針を固めたということなんですが、こういう動きがありますね。これはやっぱり今までの諸々の規制強化を考えると、はい、やっぱりその事業者側の負担増というところはちゃんとケアすべきだと思うんですよね、はい、で特にここ数年ってやっぱりこう人件費の上昇だったりとか原価の上昇、はい、そして中小零細の場合は価格転嫁ができないとかもろもろ問題があって、実際こう倒産件数も増えてきている中で、こういう現場に対して、ある意味負担ですよね、はい、これを押し付けてしまって大丈夫なのかというところの議論もしてほしいなと思いますけどね、はい。で現在このプラスチックっていうのを見るとですね、プラスチック回収が進む一方で、その多くが発電などの燃料として活用されているのが実情で、一部は輸出もされていて、で国内で別の製品に再利用されるというのは1割未満なんだそうですね。だから本来考えていたのとあれちょっと違うなって感じなんですね。うまくできてないということのようです。で焼却で大量の CO2 二酸化炭素を排出するため、これはこれで問題されていたということなんですね、でじゃあ各国どうなのかと見てみると、ヨーロッパ連合 EU ですね、2030年頃までに新車生産に使うプラスチックの 25% 以上を再生材とすること、これを義務付けるなど規制を強化していると言います。で対策が遅れると日本製品が海外市場から締め出される懸念があるということなんですね。だからこのエコ周りの話って、はい、結局ヨーロッパがこうだっていう話で、無理やり付き合って、そうですね、で気づけばあっち側が手のひら返してて、なぜか日本だけが遵守してるみたいなことって過去にも起きてるわけで、はい、このあたりやっぱり僕はやっぱり今苦しんでいる製造業、はい、その円安で輸出がバンバン儲かってる大きな製造業とか、ちょっとさておきながら、やっぱり国内のどっちかというと苦しんでる製造業いっぱいあるわけですから、はい、そこに対する業務負担っていうのを考えないまま、ある意味べき論というか、はい、こうあるべきだみたいな形で押し付けてしまうと、結果的にそれで疲弊して、どんどん製造業中小零細が潰れていって衰退する、はい、でその後にようやく潰れたけどどうしようかみたいな議論をするっていうのが、いつものパターンですよ。はい、だからそうなるのってもう過去の他の例で分かってるんだから、果たしてその現場への負担、実務の量の増やし方、どれぐらいが適切なのかっていうのはちゃんとこれ検証してから動かないと、またその潰れたけどどうしようかっていうね、事後的な話にまたなっちゃいますよね、はい、続いてはこちら、日本経済新聞、金の収益率今世紀8倍強、金の長期の上昇が続いています。2000年末以降の投資収益率8倍強とアメリカ株の6倍や世界債券の2倍を上回ります。インフレ
あと財政悪化、国際社会の分断を背景に基軸通貨ドルの強さが揺らぎ金に資金が逃避していると言います、逃避している、逃げちゃってるということですね。実物資産としての価値があって、政治色のない無国籍通貨の側面が需要の強さにつながっているということなんですが、森永さん、この金というのはどうご覧になってますか。まあ、とにかく金がここずっと伸びていて、まあ、これ教科書的に言うとですね、まあ、アメリカがこう、まあ、アメリカというか世界的にインフレが進んで、インフレを退治するために、はい、まあ、アメリカを筆頭に金利をバシバシ上げていったわけですよね、で従来は金利が上がっていくと金の価格っていうのは下がるっていうのが教科書的な話なんですよ、でそれはなぜかっていうと、金自体は別にその配当があるわけでもないし、利子とかないじゃないですか、だからその金利が上がっていくと債券とか投資した方がリスクを抑えながら配当の利回りが取れる、その点金は実物資産でそういう配当ないから売られるっていうのが教科書的にはそう書いてあるんですよ。ただじゃあその通りになったかっていうと全くそんなことなくって、むしろ金利が上がっていく中でも金価格っていうのはずっと上がり続けてきたと。でこういうのをよくミステリアスラリーっていう言い方をするんですね。いやミステリアスなわけですよ、教科書では下がるって書いてあるのになぜかずっと上がってるから、ミステリアスラリーって言うんですけど、その背景は何があるかっていうと、金の需要何に使われてるかっていうデータが実は公表されてて、投資対象になってますとか、その宝飾品として金が使われてますとか、いろんなこう需要別の量っていうのがデータで出てるんですけども、最近見てみると中央銀行の買い中央銀行が買ってるっていう需要がめちゃくちゃ多くなってるんですね。各国のね、で特にどこが買ってるかっていうと、中国とロシア、まあ、それ以外だとトルコとかポーランドとかシンガポールも買ってるんですけども、まあ、つまりこれ何かっていうと、まあ、脱ドルの発想、まあ、ちょっと前にその話自体進まなかったですけど、ブリックスコインっていうのを作ろうみたいな話がブリックス会議で出ていて、まあ、その時は金を裏付けにしようかみたいな話が出てたんですよね。そういうドル依存をやめようぜっていう動きから、実は今新規の金の産出量のうち3分の1ぐらいっても中央銀行買ってるんですよ。で中央銀行って別に投資目的で買ってるわけじゃないので、金の価格が上がったから利益を確定しようとして売るとかないじゃないですか、持ち続けちゃう、持ってる、ずっと持ってる。そうすると新規で供給されても中央銀行は3分の1ぐらい買っちゃって、彼らはずっと買い持ちしてるわけですから、どんどん出回る量が減っていってしまう、その結果金利が上がってるんだけれども金も需給の問題で上がってる、まあ、これがやっぱりその投資収益率が高くなったっていうものの背景にあるんじゃないかなと思いますね、と今後、今森永さんのお話ですと、まあ対ドルに対してドルに対抗みたいな形で、これがもしですよ、この先、まあ、みんな仲良くなっていくと、ね、いう時にはそうすると金をもしかしたら放出する、まあ、その可能性ありますよねってことですか。ただやっぱり今までの歴史を考えると、やっぱりこうアメリカというかドル一極集中みたいなことに依存しすぎると、結局各国の価値観とか文化がアメリカに従わないとダメだっつって介入されて、めちゃくちゃにされるっていうのをみんな見てきてるので、そんなのに付き合いたくないってそれは思うわけで、今後はね、まあ、だからこれはある意味その別に戦争したいとかそういう話じゃなくて、俺たちは俺たちじゃんと、その国々にいろんな文化とか価値観があって、それは別になんか他国からなんか変えろって言われるような話でもないでしょうと、でそういうその他国に何かをさせようっていうよりは自国を守るために、まあ、そういう脱ドル的なことをやっていかなきゃいけないですよねっていうことですから、やっぱそのシナリオに沿って考えるとなかなか新興国の中央銀行が金を売り払うとかってことは、ってことはなかなかなさそうだなという気がしますね。そして中国やブラジルなどグローバルサウスと呼ばれる新興国、今森永さんも指摘ありましたけれども金買いが続くと見られていて、金の上昇はまだ続く、まあ、こんな声もあります。アメリカがロシアへの制裁でアメリカドルを使えないようにした通貨の武器化、まあ、これを目の当たりにしてドル離れが進んで、ということは金の価格はこの先上がっていくってことなんでしょうか。上がっていくというよりはやっぱ下がりにくいですね。下がりにくい
くい需給を考えてしまうと、はい、出回らなくなるわけですから、だからそこがある意味金投資をしている人たちのちょっと強気になっている根拠なんじゃないかなと思いますよ、ね。まあ、でもこれ森永さんも今おっしゃいましたけど、だって金もともと別に何か生み出してるわけじゃないんですもんね、うん。ただ面白いのがやっぱこうデジタルだなんだとかってこう全部ネット化オンライン化とかされていくと、はい、まあ、変な話なんですけどオンライン系が進めば進むほどオフラインの価値が上がるみたいなのってこれいろんなジャンルで言われてる話なんですよね、そういう意味ではその金ってただの実物資産じゃんって言うんだけど、はい、逆になんか、だからこそ価値があるんじゃないのっていう昔ながらのね感じになってるっていうのもあると思いますね、そうなんですね、はい、時刻7時35分です。時刻7時36分です。今朝のコメンテーター経済アナリスト森永康平さんです。日経新聞、イオンは2030年度までに4000人の特定技能外国人をグループ企業を通じて受け入れるという記事です。政府の拡大方針で可能となりました食品スーパーでの惣菜加工なども任せるといいます。小売や外食など消費の現場での人手不足は深刻でして、教育、住居などの体制を整えて企業としての日本企業として最大規模に増やして他社にも紹介するといいます。現在グループでおよそ1500人の特定技能外国人を雇用していて、主に食品スーパーで販売する加工食品の製造工場で働いています。働きやすい環境整備も進みます。ハイディ日高では日本人正社員と同等の待遇として店舗で接客や調理業務にあたるほか、店長候補や本社勤務も可能とします。で、在留資格申請なども支援して店舗では来店客が自ら注文できる端末を配備することで接客の負担を減らします。で、日本経済研究センターの試算を見るとベトナム対インドネシアの現地給与が32年までに日本の給与水準の5割を超える見通しです。自国の給与が高くなれば来日して日本で働く動機が薄まります。特定技能外国人に長く働いてもらうため技能習得に向けた支援に加え社員寮など住居や在留中の生活支援といった企業側の投資も不可欠となると、こういうふうに出てるんですが、森永さん、これこの記事いかがでしょう。まあ、だからこれ人手不足だから仕方なく、まあ、事実上移民政策じゃないとは言ってるけれども、はい、それに近いことやってるわけじゃないですか。そうですね。で、人がいないんだからしょうがないだろうって話なのかもしれませんけど、考え方ちょっと変えた方がよくて、はい、ベトナム対インドネシアの現地給与が上がってきていると、だから来てもらうために待遇良くしないとっていう発想ですけど、そうじゃなくて、はい、だったら日本も給料上がるような経済関係にしなさいよって話で、はい、なんでいつも日本はもう経済成長しません、賃金上がりませんっていう前提で、だからこうしましょうっていう話になるのかよくわからなくて、むしろ賃金が上がりやすい経済環境を作ればいいじゃないっていうだけの話だと思うんですよね、はい、ただなんかそこの前提がいつもおかしい、日本は成長しない、日本は給料上がらない、っていう前提で動いているものを考えていることが僕はすごい違和感がありますね、はい。まあ、ベトナム対給料が上がる、どういうことか、経済が成長してるから給料が上がってくってことですもんね。で、日本は森永さん指摘のように、いや全然今のまんまみたいなところで考えちゃってること自体がもう違うでしょってことなんですね、というか成長させるために何をするかって考えるのが、政治家とか官僚の仕事なんじゃないのって思いますけどね、なんで考えないんでしょうねいやだから本当にこう自分で成長できないと思ってるから、結果としてそれが事実になっちゃ う, う、はい、今までやってきたんだけどダメだったんだよとか思ってるんですかね、だったらじゃあもうちょっと退いてくださいって話になっちゃいますよ ね、はい。時刻7時39分です。時刻7時53分です。今朝のコメンテーター経済アナリスト森永康平さんです。
岸田総理昨日の党役員会で国会終了後現場で政治政策について国民から意見を受けたまわる機会が増える、私自身もそうした機会を増やし課題に対する答えを一つ一つ示していきたいと述べ、改めて政権運営への意欲を示しました。党内では9月の総裁選に向け岸田おろしのような動きも出始めましたが、新たな物価高対策などの政策の推進実績アピールで巻き返しを図る構えです。総理昨日政権幹部らとともに相次ぎ面会しました。公明党山口代表との会談では8月から10月に実施する電気ガス料金への負担軽減など新たな物価高対策について説明、自民の麻生副総裁、茂木幹事長3者で党本部に集まり政権運営について意見交換したといいます。自民党内では総理への風当たりが強まっているとも言われていまして、派閥パーティー収入不記載事件めぐり菅前総理が総理自身が責任に触れず今日まで来ているとネット番組で述べて、この案にですね退陣を求めたと言われています。若手中堅からも公然と総裁選不出馬を求める声も出始めています。菅前総理が岸田総理に案に退陣を迫った、これはニュースにもなりましたけれども、この菅氏の発言というのはかなり効いたんですかね。まあ、でも今回 の、 その8から10月に実施する負担軽減策、はい、エネルギーの、はい、あれとか本当に、ね、周りに特に相談もなくみたいな話は聞きましたので、はい、まあ、菅さんの発言がどうかというのはちょっと分からないですけど、相当こう、焦っているというか、はい、まあ、そういう結果になったんだろうなっていう感じはしますよね。で総理経済再生憲法復興など道半ばの課題に専念するというですね姿勢を打ち出すことで、岸田おろしこれに対抗する構えとも言われております。で25日には岸田派宏池会所属だった武井議員らと官邸で意見交換をしたといいます。武井氏は面会後記者団に総理は今後もさまざまな課題に取り組むことに大変意欲的だと改めて感じた、このように語ってですね政権の実績アピールにも連携して取り組む考えを示したといいます。経済再生これがまずうまくいってないような気がするという指摘もあるんですが、森永さんどうなってくるんでしょうねこれね。まあ、でもおっしゃる通りで逆に言うとその経済だけやればいいとは思わないですけど、はい、やっぱそれが一丁目一番地だというわけですから、はい、まずはそこで実績を残すべきだし、逆に言うとそこで実績さえ残っていれば、こんな話にはそもそもなってないんじゃないかと、そうですね、思いますけどね。はい、これからじゃあ何を仕掛けてくるんでしょうかね。はい、時刻7時56分です。